さあ今回は会場にね要塞を作っていくブルワークというゲームを遊んでいこうと思うんですけど、タイトルがねブルワークエボリューションになってまして、前はサンドボックス要素が強かったんですけど、戦いのねストラテジーの要素が強くなったみたいです。今回は戦闘ができるモードでやっていこうと思うんですけど、技術的なマンサーという勢力を使っていくみたい。で、飛行艇とかね、艦隊を使って、まあ、攻撃もしたりするんですけど、まあ、防衛要塞を作ろうかなと。で、戦闘なんか定期的に敵が来るみたいで、まあ、ウェーブなのかな、まあ、敵に備えて要塞を作っていこうということで、まず拠点を作るんですけど、資源がいるんですよね。こっちかな。まあ、こういうね、岩があれば拠点が作れるんですよ。どう作ろうな。まず移動で、ここが資源なんですよね。で、あ、こっち、あ、まあ、でもここのでかい島使いたいですよね。で、後々なんか移動してイベントとかもこなしていくんですけど、ここ作っていけるかな。ここだと心もとないというか。この辺に作りますか、じゃあ。本拠地ですね、それこそ。ちょっと遠いかな。なんとかなると思います。行きましょう。さあ、こちらが拠点ですね。これを広げていくんですけど。We are now at risk of being raided by pirates. Our wealth and prosperity is too tempting not to be taken. 我々も海賊に襲撃される危険にさらされていると。ちょ、待って。遠かったみたいだな。先行こうか。先作れるのかな。作れないな。あ、ここに作る。こういうこと？まず広げたいんですけど、あなたがマンサー家の協力していることはストーリー的なのもありますけども、これね作れるかな。あ、いけそう。あー、じゃあ待ってね、ちょっと待ってね。こっちさ、もうちょい遠くできんじゃない？これがあるならいいんだもんね。よし、じゃあここ行くか。で、こっちから作ればいいよ。木材がないと作れないので、ここが木材ですね。タブ押せば出ますけど、木工じゃない。どっかな。あ、いけるね。じゃこの辺一本作るか。よし。おお、嘘、足りない。ちょっと待って、出て。ここは？よし。あぶね。これで、こうやって資源、こっち労働力ですね。こっちが資源と。プラス4になりました。今、内製をしてますね。で、これ資源を供給してくれるんですけど、4ですね、今ね。人が増えたり、こうやってなんか、増やせば、生産量が増えるはずなんですけど、人口を今増やしたいというところで、こっちから繋がるかな。こっち繋がるね。プラ4だね。あ、プラ6増えました、増えました。これ供給の仕方が改善されてって感じで。で、まあ一旦これでいいですかね。プラス6。で、右上ね、これ戦争状態入ってるんですけど、他のセレクターずっと戦ってるので、いつか攻めてくると。で、この強化をしたいんですけど、ここね、例えばこの四角いやつだとかって、ベースが増えまして、なんか人口が増えますね、これで。で、これでプラス4になったかな。で、スプリンターっていうのがお金だね。こっちに戻します。あ、7になりましたね。では、ちょっと戻しましょう。で、今、ここで木を取っているんですけど、ここに鉄があるので、行ってみましょうと。深海に指令、こう、鉄とフラグシップを解放できると。深海？
海のど真ん中に作ればいいのかな。ここに資源がありますね。これだね。で、まあ、作りますけど、こうやって資源を取りますと。で、ここで港を使うのか、拠点を作ってつなげるのか。遠そうだよな。港行ってみますか。港を作りましょう。操作まじでクリックするだけなんで簡単ですけど、これつながりました。で、艦長っていうものを任命します。上の能力を、戦ってる？ねえ、ちょ、お、おお。攻撃されてるよ、今。こ、防衛いるか、ここ、もしかして。あ、あれあれ。で、この飛んでるやつと味方なはずです。護衛かな？おい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 、また戦ってんぞ。さあ、これがね、新しくなった。どうだろう、元のまんまやってないからわかんないんですけど。あそこに、あ、大勝利大勝利。ビクトリーしちゃった。あれ、なんか防衛かな、行ってみるか。ユニットのね、雇ったりもできるんですけど、これはあれだね。建築を回収、戦闘部隊回復、スプリンター受け取る。こっちかな。まだ動く。攻撃用の銃でもらってみるか。これ防御になるんですかね。なんか戦ってる、ずっと。ちょっと待って待って待って。あ、でもいいね、撃ってくれる撃ってくれる。守備の塔とかも作りたいんですけど。あ、あの塔も戦ってんじゃないよ今。てかめっちゃ攻撃されてんだけど。やばい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 。で、港を作ろう。港を作ろう、今これやろうとしてんの。さあ、こういう塔がね、戦ってくれてます。いや、世界観まで素晴らしいんですけど、忙しい、なんかすごい戦ってる。ずっと大勝利してますね。ちょ、お金の使い道もありますけど、ちょっと待ってね。港ガスは全然起きないんだけど、これいいかな。はい、港、これで攻撃路接続されており、で、ここに軍の軍の艦長を置くと防衛のために動いてくれます。ちょ、待って、やばい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 、せわしねえな。待ってね。で、このマップのハテナのとこに行くと何かがあるので、さっきの防衛の塔だったりがゲットできます。で、今攻撃ルートに沿って船が動いてますね。とあれ、ちょっとなんだ、なんか傭兵部隊が連絡を偵察していた。効率的な規模が小さすぎるか、価値あるものを持っていないと見なされてた。うちがしょぼいとおっしゃられるわけですね。これ生産増やせんかな。ここ右クリックしてもなんもないもん。ここはあれか、木がないのか。ここに木持ってこれないかな。ファストトラック、ファストトラック、dominated by a reconstituted monster order. No other place on the earth sea. で、変えまして、さあ、ちょっと見てください、こちら。まず本拠地の方ですね。資源があれば強化ができるんですけど、できない。石が必要、採石場に。港は行ってますけどね。安全ルート、船長、任命しましょう。で、増やします。こことつなげといて、あ、で、上がるね。これで、まあ、でも資源が足りないか。どんどん塔を大きくできるんですね。それによって守備力を上げていこうみたいな。で、上のスプリンターもだいぶ溜まってます。ちょっとね、この山の上の方に重要な塔を作るか。これを上げていくことによってですね、鉄が足りねえ。ここを長押しすると、強化ができれば、
なんて言うんでしょうね、妨害を要塞化できるんですよ。ちょっと今足んないですね。鉄待ちです。でスプリンターあるんですけどね。じゃあちょっとなんか他行くか。ここ気になるな。あ、なんかいるな。スターゲイザー的ね。鉄めっちゃ遠いよな。Something is ahead. Stay alert. あっちなんか、こっち側にハテナマーク出てます。あ、これだ。イベントが発生します。Our settlement is dominated by a reconstituted Monster Order. スプリンター、これちょっとね、すぐ。あ、また偵察されてるわ。あ、いや、新戦闘部隊。仲間か。え、違うのかな。こっちは敵だね。で、この子たち今防衛してますけど、防衛とかそれこそ攻撃も命令できるね。あの左に書いてあります。攻撃目標設定、今押すといないんで出ないんですけど、攻撃の司令官を任命すればね、と言ってくれます。さあ、どうしよっかな。7だよな。ルーターも10もあるよね。この周辺の人増やしたりできるかな。でまずでも守備考えたいな。いきなり戦いがドンパチしてましたからね。あ、でも行かないか。拡張して、視覚が行くとこまで拡張できます。あ、ちゃちゃちゃ作っちゃった。ここはいらんから。もうちょい囲っとく？ちょっと。ここやられたらおしまいだよね。こっちから増やせるかな。要塞化していくと勝ちになりました。人が増えちゃうかな。こうすると無駄にね。こんな感じですいいんじゃない。取ってる感ありますね。ここでかくしようかな。それこそちょっとやるなら全部やりたいね。まあいいかちょっとあれかなって思いますけど。さあ、ここに資源は来てると思いますが、鉄がないと。確かに1個もないな。港の問題かな。やや危険ルート。木材と労働者しか運ばない。鉄。これは鉄じゃないの。これ防衛かな、もしかして。あ、これ防衛だ。防衛してくれ。よし。新しい港行ってみる。鉄自体ここにありますね。近くで異常、そちらに向かえ。アドバイザー。ん？大丈夫か？あ、あれかな。低い、そこ低いんですけど。ああ、邪魔されてんだね。これ軍艦じゃない？だね。よし、循環してくれてます。なんか鉄の生産を増やせないかな。拠点化できればいいんですけど、こいつは港しか作れんからな。資源抽出機はアップグレードできない。生産を増やすには労働者がその辺に集中するように集まるように。ってことはお前一旦クビにして、なんか木材運ぶやついたよね。木材と労働者、お前入れればいいんじゃない。そしたらここに木材が来て、あ、ほら、置ける。そうか、船長したいか。プラス6。8。
よし、オッケーオッケーオッケー、いいよ。この枠の中にどれだけ人がいるかなんで、12、オッケー、13、14。さあご覧ください、こちらが鉄を取る場所です。いいね、メカメカしいね。守備もまあ多少してくれるかな、まあ、ここに防衛部隊置いてもいいですけど、これによって、戻りましょうか。ちょっと遠いのよ。攻撃されたのかな。Buildings on the horizon. 水平線上に構造物がある。それあるんじゃないですか。金属足りないか、来てないのか。木材運ぶ、石と労働者運ぶ、巡回する。お前は鉄だよね。船長が足りんかな、鉄が足りないんですけど。よし、大冒険する。ちょっとあっち側につなげていくか。あ、繋がってない。繋がってるか。オッケー、よし。いけ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 。これは資源が来たらいけるはずよ。あのビューイーってやつがないとダメなんだよね。道も強化できるんですよ、1で。あれ無理だな、ここまでか。資源がいかないな。待って、戦いが始まってるよ。敵敵襲敵襲、めっちゃ戦ってる。大丈夫か。よし、ビクトリー。 A hard won bit of good news. Let us bring word back to our people. 待ってね、イベント行ってきましょうか。木材が少なります。船長とかがねゲットできればいいんですけど、鉄の生産増えたけど輸送がねできてなさそう。本拠地が遠すぎんのかな。この辺何が起きる。港、お、なんかあるよ。司令官ゲット。ハイスーとフリーハウス。いや、スプリンターよりもね、司令官でしょ。司令官、司令官。この構造物、あなたの配下での司令官がいる。好きな司令官を配置する。あ、ここ自体がまずあれか。ここね、水連の水車職人がいると。言われたスタンス変えたり、こう追加部隊の追加部隊ないですよね。ここ港ですか。労働者がいない。何、なんかあんのこれ。あ、木材か。え、じゃあここさ、え、家作れんじゃないの。あ、作れる作れる。この中か。あ、ここだね。港を置きます。石と労働者、木材、オフィサーが司令官ね。人が増えんからな。場はね作ってますけど、同じようにいかないんで、起点。じゃあお前石と労働者運んでもらうか。で、まあこっち側ですよね。
待ってろよ。まあでも一応木材の拠点はゲットできたと。スリーブッチ取れ、ちょっと気になりますね。さあ見えてきたぞ。あんま繋ぐ意味なさそうだけど、これが一応出口になるから。This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth. OK ですね。よし。多分できたと思う。船も一応行ってますと。ファストトラベル。これ大丈夫ね。19生産。ちょっと、つなげたいのよ。無理かな。船長、ちょっと違うとこ、もっと遠くに行きたいから、頑張ってこれをつなげることができれば、船長、他に回せるわけですよね。港からなんとか木材運ぶできないかな。ここまでしか行かないね。距離問題っぽいですね。ここまでは気が来てると。お、やべ、戦ってる、戦ってる。こちら待ってもいいな、待ってもいい、待ってもいい。あー、あのなんかあったよね、ここか。ナイス。伝説あどうだね。港作っちゃうかな、この辺に。ここに港を作って木を運んでこればできるんではないだろうかと。This is our naval command. あ、これ港、あれだね。It houses your flagship, which is equipped with a long-range weapon. It cannot build only 船を作るやつか。You can directly control your flagship by switching to the ground near it. 一旦ね、作るにしても、一応うちの本拠地の方に作ろうか。ここかな？いや、こっちの方がいいよね。ここうちの本拠地なんでね。アイコン的にこれ港なんじゃないかな。合ってるか、OK。あ、やばいやばい、やっぱ船長だ。じゃあ作ります。ちょっとさっきのやつじゃこっち側でいいかな。ちょっと浅かったりするかもしれないね。木材を運ぶためだけの港を作ろうと。あ、それやっぱなんか。拠点がないとこういうのになっちゃうのか。あ、ここはできるね。ここか。置いてもしゃあないよな。あ、ここ、こことかいいんじゃん、ここ。あー、ここまでだな。で、今つながったと思うんですけど。This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth.この辺作りますか。よーし。で、お。さあ行きましょう、行きましょう。You can directly control your flagship. フラグシップは建設はできない。戦闘のみ可能。フラグシップ機の画面に切り替えるか、マップから選択し、フラグシップを動かすことができる。ビジネス。ギルドビジネス。職人が入植地内に興味深い面白い物体を設置するんで見守ろう。で、これ合わせればいいのかな。あ、なんか作れるね。あ、これつなげないといけない、もしかして。おお、すごい。司令、あ、司令官に任命できる。戦、護衛船ね。この辺り循環して防衛する。お前なのかな。本拠地まだ上がらずですね。じゃあさっきそれ作ってるんで、港をね、うちは。ここだっけ。こっから
あ、ほら、行ってる行ってる行ってる。来てる来てるよ。敵がめっちゃ倒してるみたい。もうちょいだと思うんだよな。あった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 。届きそうじゃない？あと一歩なのに。てかあっちからも来てないか。繋がった。お、戦闘モード。あれはどっちだ。圧勝だね。よし、The enemy is defeated。繋がったけど、まあ、この資源の運び方的に運ぶことはできなそうだよね。またか。こっち攻められてん。何してもこっちでいいか。じゃあ発展させんの。本拠地あんま上げないで、この辺に。じゃあ作りますか、大要塞。繋がると思います。ここ、ここどう。ここ金属不足。いやー、足りてないんだ金属。あ、これ石か。これ石だったわ、ずっと。申し訳ない。あ、だからあのこいつ動かないんだ。なるほどね。大ミスしてましたね。あれ、石、どっか。じゃ別のところに置いたな。ルート、ルート。あ、なんかやられてるぞ。そう、あ、船、船か、船が押されてるのか。ね、あなたが確か石を運んでくれてるはずなんですけど、そうじゃなくて、ちょっと人手が、人手がいないんで一旦なし。採石所って書いてあるわ。オッケー。ここに石を運ぶ人を置かなくてもいいかもしれないですけどね、もうね。あと置いておく。じゃあ鉄です。鉄が必要ですということで、ここかな。じゃあもう主に敵なんですけど、その辺は。うちね、帝国できましたから、行きましょうか。箱人、人運びたいんだよな。木材が今、あ、船船船。あれは無理かな。あれ無理や、これ無理じゃね。作ったね、作ったね。ちょっと待って、港を作りたいんですけど、作れないか、これが。痛い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 。敵も多分なんか防衛のルートでもあるのかな。うちの今までのね、要たちがやられてってます。百戦錬磨ファルコン使い、いや大丈夫です、やられて。熟練、あー、やばい。まあでも追い払ったわ。オッケーオッケー。いや鉄がないと拠点が発展しないから雇えないんです、結局。This resource extractor is missing access to workers. これ2個もいらないよね。1個潰そうか。問題、港でしょ？あ、作れる作れる。で、あなた鉄ね。よし、入植地大きく繁栄させてやると。ありがたい。これ超重要よ。ここはここでいいのかな。
届きゃいいのか。一応これ鉄がアクセスされました。まあここに作るというか、もはやあっちに作りたいよね。こさ、木あんまないよ、ね。あの鉄が増えました、でも。で、ここ上げてみましょうか、じゃあ。こうやって上げて。これで、ほら、長押しすると司令官を置くことができて、これ護衛部隊、さっきオーバードですね。これを増やすことができます。攻撃だったり、守備だったり。まあ、まず守備に置いておきますか。で、1人なんですけど、これタワーの大きさによって決まってまして、例えばこういう風に広げていくことで、人口が増えれば、人口かな？規模かな？増えれば、部隊、雇える部隊数が増えますと。でこれ F かな、確か下ろすことで下側に作ることもできますね。このベースとなる部分でしょうか。ここはなんか丸みを帯びたフォルムがメインなんですかね。で、注文って言いますね。これで1から4。これここを守っておられますと。ただし、ここなの問題は激戦区。激戦区というか守らなければならないましたね。木材まず運びますか。とりあえず港で。一人しかいない。戦地をゲットできるかな。ここめっちゃ敵見えますね。ここになんか木材運んでんだよな。これ外せばいいか。Things are good. お前の人は運んどっちだろう。ちょっと待って。木材こっちに運んでるか。まあ今いらなくなったと思うんで、ちょっと変えながら。こっちやこっち。A new home. Seeing it prosper fit brings me joy. あ、石か。あなたが木材だよね。My ship only carries wood and workers. で、こっち側に変えて。でもこれさ、木材来なくね。来なくても多分。でも、ね、木がないですよね。じゃあ、港もう一個作るか。こっちつければよかった、じゃあ。まあ、いずれちょっと。いずれです、いずれ。港だらけになってんな。どれかいらないと思うんですけど。1人いりゃいいかな。木材と人かな。あと石も欲しいよね。ひとまず拠点はこれできます。まあここで入れ替えれるからまあいいかな。増やす6。これをね、あの石と同様に増やしましょうと。7。これっていくらでも鉄あるからね、買ってなんか容易じゃないですか。OK、 50の塔。こんだけ置くのが正解かな。スプリンターめっちゃある。舞台やということでいきます。もうでも司令官いないんじゃないかな、うち。司令官不足じゃない。この塔か。石そうね、石ね。運ばないと。
死ねんだよな。木材って人だよね。どこ？ここ？ここですか？なんか撃ってるね。あ、撃たれてんのか。あいつだ、あいつ、さっきの暴れん坊だ。よし。あいつを処理しないとでも安全はないよね、ここに。くそ、行ってもな、勝てると思えないよね。一気だし。護衛につけてないんで。あっちの島の防衛に置いてきちゃったから。ここの発展のためにですね、石を。オッケー。船長を雇えないか、どっかで。船長が足りてない、今、明らかに。これね。なし。で、そこだよね。ここに石の方を任命すると。これで使えるようになりますねと。でここに守備隊を置けば多分守れんじゃないかなっていうところ で人口こっちの方が多そうじゃない？さっき挙げたやつどこだっけ？これかな。これの方がでかくなりそうですよね。高さでさっきあっち選んだけど、人が集中し始めてますよ。ここには仕事があります。やばい、開けろ。いや、でかいね。OK、司令官がいない。司令官は自然機で見つかるよと。なんか多かった。いや、戦ってねえな、これは。そもそもさあ、これがね、うちの超貴重インフラ、貴重資源、鉄を取る場所です。拠点の発展にはここのものと石が欠かせない。まあ石もね、その点必要でしたから運ばないといけないんですけども。あそこで戦ってる。行くしかねえか。どこだ？ん？あっちか。あれだ、押されてる。ここのルートに守備の船長を置かないといけない。あ、でも、ナイス。これ、ここの守備隊だね。ここの守備隊ちょっと遠いな。拠点は守れるけど。ルート防衛では向いてないですね。司令官だよね、多分。司令官ってあそこにいるやつだよな。あ、違う。なんか港に置いたな、そういえば。人手が足んねえ、ヒューマンリソースが。ここ多分攻められても大丈夫そうだね。一応ここを発展させとこうかな。あ、できないか。金属来てないですよ、ここには。ここに置いてあるね、さっき。この船長をここに置けば、こっちでいいか。こっちだよね。こっちでいいよね。護衛船を置きますと。ちょっとこれ一緒に行ってみる。これによってこのルートが安全になります。ここ自体は安全だろうと思いますね。いやー、すごいな。ちょっと分かってきました。チュートリアルちょっとやり直したんですけど、ここ拡大していくメカニズムはあんまりまだ、ね、慣れてないんで。戦闘に関してはチュートリアルないですし、この新モードね。で、敵とかを攻めるんなら、お、どこだ？あっちか。あ、来たぞ、いけ。護衛してくれ。あ、撃ってる。まあ、こいつも撃てますけど。これ多少大丈夫かな。めっちゃ燃えてるけど。どうするか。あの島に守備の司令官を置くかだよね。動かすことできますよ。
すげえ局所的に戦いが起きて、わあすげえ怒ってる、ここやばいって。自分の護衛にして一緒に行かせるか、ここを攻撃させるって手もあるよね。じゃあ一旦戻ろう。戦闘戦としてしてますけど、まあそうか、そらそうか。ちょっと何かしら自分につけるかして戦闘力上げようか。いや、うちの輸送網をやってくれて、くそ、あいつは味方だよな。もうめっちゃ撃たれるんだけど、ちょっとやばいやばい、死ぬ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 、やられるやられる、助けてくれ。まだ撃たれてる、まだ撃たれてる、まだまだ撃たれてる。おいおいおい、こ防衛能力ないのかな。やられました。まあいい、ちょっと一旦これいきます。ファストができないな。こうか。自分で行きますじゃん。海軍部隊のも、ああ、海軍部隊のも今日も設定できるのか。でもさっき外しちゃったよね。あ、でもいけるいけるいける。ちょっと待って、海軍部隊あそこに送ろうじゃん。まず、攻撃隊にしましょう。人増やせんよね。金属か。今、金属どこ、あ、いや、来てないのか、ルート上、多分これ。攻撃力やられてるから。やった？どう？めっちゃいるよな。ここ攻撃隊、ここ攻撃隊。自分の部隊この辺に配置しておきます。攻撃というか守備的な配置ですね。これ塔さ、届かんか。いや拡大っていう手もあるのかなって思ったんですけど。あれ、この拠点死んだ？鉄にですね。労働者が多分いなさそう、この状況だと。やばいやばいやばい。新人ファルコン使い。やられてるぞ、ファルコン使い。全滅した？もしかして。この辺の敵を一掃しないと。ここか、参戦しよう。最近しばらく勝利しないもんね。敵がわからん、あいつか。いや結構やれてんだファルコン。まあでも補充はできる、簡単に金で勝っといた方がいいでも、ここは。いや、もういないのか、うちファルコン。彼が俺の海域に入った。地図にマークされている。海戦ちょっとね、きついな。資源がいかないから。またやられる。くそ。これ、あれも敵か。ここなんか戦ってない、ずっと。いや、ちょっと一旦外して落ちた。で護衛つけたけど、まあ、自分でやりに行くって感じですよね、こうなると。いやずっとこうされてんのよ。いけ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 、簡単にやるか分かんないけど一緒に行こう。よし、勝利。The skies are clear once more.解放できたかな。戦ってる。
これ無理じゃね、いける、いけそうだ、いけそうだ、これは勝利か、勝利、一旦戻りましたね。あと護衛艦いるから、なんでかなるかな、ここに人が戻らんと、でも危険ルート、護衛艦、いや危険だからいいな、あんたは。This harbor isn't connected yet. It needs to be joined up to a bigger origin harbor where captains can be assigned. 船長死んだ。This harbor isn't connected yet. It needs to be joined up to a bigger origin harbor where captains can be assigned. 終点。こどっちだっけ。Trading party is targeting your trade routes.あ、待って待って、ここなんかあります。ファストから行こうか。これ船長チャンスじゃない、ちょっと。さあ、ちょっと船長がいないことにはね。あ、これかな、輸送船ゲット、木と作業員、あ、いいっすね。They can be assigned to transport. 輸送ね、欲しいけどさ、超危ないよね。まあ一旦なんとかなったか。オッケーそうじゃない？これルートがないんだよね、もう今ね。作り直しなのかな。はい、いける。いやいや危険どこじゃ済まないですけど。港としてつながるのか、それはないか。さあ、人がいないと守備はできないと思うんでね。よし、ちょっと復活したナイスナイスナイス、安全圏確保しましたね。あ、ここ広がってるおかげで、ちょっと船長チャンスがいっぱいあります。うちには船長かき集めて、石作業、いいっすね、石、ナイス。石今どこにないかが分かんないもん今。ここでも確かないよね。あ、ここあんのか、人が足んなくなったのかな。石ないっすね。石ない場合はこっちだったよね。危険ルート。今石ってさ、どこに行ってんの？あ、ここも船長いる。よし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 。あ、違う違う違う、こっち。オッケー、いや船長出てきたらこっちのもんよ。で、当てついっすね。ここには石は当然あるよね。石潤沢になる。こっちはやや危険。石をこっち置いて運んで、そしたら上げられるんじゃないか。まあ、ここはねずっと安全でいてくれないと困りますから、本拠地ですからね。これ上がないな、下もないのか。で、一応これかな、あげようか。あれ、違う。これ。We have reached a milestone in our population. 人口増加し、マンサーキャラの止めを結ぶまでに至った。新たなマンサー船長と司令官。ここでさらに同盟深くなると。司令官いる？司令官いなさそうですけど。You have no available commanders on your roster.司令官見つけないといけない。わ、戦ってる。止めろ。このルートも危ないって、もうやばいよな。
勝ちだよね。None stand before our forces. The day is ours. このルートか。ちょっと他も見よう。いやー、押されてもおかしくなそうだよね。まあ、それこそ、軍のやつ、これ、今、司令官ここにしかいないから、残念ながら。ここの発展しかうちらないんですよね、方法が。それがもうなさそうだと。We lack the metals to build this structure. Make sure this location is connected and in range of an ore mine. 鉄がない。ああ、そうか。4人までだもんね。船長チャンス、あ、船長チャンス発見。港に行くんだね。あれ動いてないけど、チャンス的にはありがたいな。鉄来い、鉄。あ、石鉄機。最高じゃん。激アブナルトに入れるか。こっちだね。超危険ルート。人がいないんだよ、でもね。これ一応来るに至ったと思うんで、発展できますね。ちょっと。今撃ってました。おっと。あっちだね。上か。うわ、なんか。なんだあれ。やばい。敵の規模がでかくなってる。あの船長が引きつけてしまったか。上にいたやつかな。撃ってますけど。Your surveyor has been destroyed. Luckily, you made it out in one piece. We are building your replacement.Now, a new surveyor has been constructed at great cost. Do take care of this one. Pirates are raiding. This time. Ah, 戻された。まあ、OK、OK、雇ってはいるよと。A new surveyor has been constructed at great cost. よし、あれを倒そう。Do take care of this one.うちの拠点もある、しっかりと。こっから無限に雇えばいけんじゃないか。お金超使いますけど。こんな無理しよう。あー、ダメだ。一瞬狙われる。これ雇い続けようか。まだ結構いるな、でも。ああ、死んでいくのが見える。蓄えてきたお金でもここで使います。あと10だ。カテカテカテ。あの上のでかいやつをなんとかしないと。ウォーバード全資産投入を。ああ、めっちゃ撃たれてる。んー、まだめちゃくちゃいないか。全然。A new surveyor has been constructed at great cost. Do take care of this one. あ、持ち金ゼロ。金が流れました。あいつがあれか、操作のやつか。あとちょいっぽいですけど、ゲージだとねこっち勝ってますけど、要塞防衛線入ってんね、これ多分。
ファルコン、あ、ファルコン使いいたんですね。あ、またまたやられてる。え、でも撃ってるぞ。あ、いい、ナイスナイスナイス。うん、あれ撃ちね、あれ撃ちねっすか。あ、そうだな、あと2戦か。そうなると、ちょっと上すぎる。Luckily, you made it out in 1 week. We are building you a replacement now. A new surveyor has been constructed. あと多分1くらいじゃない。Do take care of this one. どこに探せ。あっちか。あいつか。あいつじゃないか。許すな。2とは言っても強いんじゃないかな。どうだろう。一挙とすれば勝てるぞ。あ、燃えてる燃えてる。何ちゅう戦いよ。後ろにソルト死んでしまったんでしょうか。よし、拠点戦かなって思ってましたけど、基本的にルート、輸送ルート線が多いね。ああ、負けそうなのが惜しかった。勝ったよね、勝ったよね。まだ撃ってます？あっち、まだいるな。反応しますね。ここら辺にいるみたいだね。いや、これ死にそうなんだよな。でも、いや、こっちなのか。反応でもあそこにもありますよね。こっちか。あれだ、あれ。あばばば、痛い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 。勝った。あ、塔が撃ってたのか。ナイス、助かった。若君、遮るものしかないよね。ボッコボコよ、今の。立ち直れないくらいのダメージ食らいましたけど。さあ、ここまでにしましょうか。さあ、最近のアップデートで、この戦闘モードがね、追加されたみたいで、戦闘モードというか、戦いがメインのモードですね。これじゃないモードはなんか攻撃、同盟して攻撃したりみたいな要素が強いっぽいんですけど、まあ、これずっと戦い状態になってまして、この右のやつと。で、1個のやつは関係ない勢力だね。ずっと戦いが続くので、それに合わせて発展させていく。資源をね、うまくこう渡していかないといけないから。で、鉄が多分ここにしかないんだもんね。鉄のルートを守るための、とんでもないこのルート、これがなかなか辛いですね。船はもう死んだか。船長全滅くらいじゃん、これもう。でも鉄がなきゃ発展ができない。それやってると船長がいなくなっていくと。Things are good. 船長、2人ではね。ギリギリ耐えてますが、で、アスプリッター1、あー、どんどんなんかめっちゃ減ってってる。防衛隊いる？今。で、金属足りないと。あ、6までいける。人ちょっと増えてますね。もし攻撃ルートとかしっかりできれば、助かりそう。あと、まあ拠点、ここかどうかってありますけどね。ナイスナイスナイス。こう守備隊にしてるもんね。いやー、ここな、あ、船長いますね。まあ、ここでまた、船長スカイセイルやってるけど、ゲットしてやっていくのかな。まあ、ちょっと今回ね、初めてやってみたんで、チュートリアルだけでね、ちょっと練習はそんなもんできたんですけども、マップがなかなか厳しいかな。これ、鉄がね、近かったらね、もうちょっとやりようがあったと思います。